痩せたいよって思ってませんか？実は体重が減っても体型があまり変わらない人って多いんですよ。一番大切なのは重力に逆らう筋肉を鍛えることが必要です。それは後重力筋といって体の前側に2つ、後ろ側に3つあります。これを今回しっかり鍛えていくことで体重が減らなくても体が引き伸ばされてスタイルよく見えてくるんです。そこに加えて有酸素運動効果がありますから、もちろん脂肪も減ってきます。一石二鳥のメニューになってますんで、立ったままスマホ持って一緒にやりましょう。3回ずつ床を踏んで足を入れ替えます。3回床を踏む感じです。グッ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 って感じで、スマホ見ながらゆっくりいきましょう。下に力をかけることで体は逆に上に引き伸ばされます。重力に負けない体を作っていくと身長も伸びますし、肩こりや反り腰も解消されてきますので、マイペースで一緒に最後まで頑張ってみましょう。コツコツね、筋肉を使っていくと体が軽くなってきますので、今度は前後3回ずつ、バランスも取りながらやっていくんで、腹筋、お尻の筋肉も鍛えられます。前後に3回、エクササイズの後の有酸素運動としてもね、こういうメニューをやっていくと効率的にね、バランスよく姿勢正しくやることができます。自宅で簡単にね、痩せることができますので、こちら行きましょう。反対足も一緒です。ぐらいね、リズムが変わってもいいですからね。床をね、踏む感じでしっかりね、ぐるぐるっと踏んでください。重力に逆らう力をね、つきます。こうやって揺れるだけでも腹筋もちゃんと使ってるんで、反り腰の解消でもね、やってきます。体重が減ってもね、スタイル変わらないよっていう人多いですが、体重変わってなくても痩せたって売れる人ももちろんいますから、ここは姿勢がね、関係してますので、姿勢からね、正しく痩せましょう。 OK、 今度はかかとをね、トントントンって感じ。トントンとかかとをね、落とす感じで。So long, あんまりかかとをね、高く上げなくてもいいですよ。2つぐらいね、浮いてればいい感じ。体を上に引っ張りながらね、引っ張りながらね、かかとをね、トントンしましょう。マイペースでいいですからね、結構ふくらはぎね、ちょっと行くって体をしっかりね、身を持ち上げて、これで使われにくいお尻のこの筋肉がね、鍛えられてるんで、骨盤が自然と持ち上がります。足が長く抜いたり、下腹の膨らみがね、減ってきますんで、しっかりね、お尻の横を使って、きれいに体を変えていきましょう。
同じ方向ばっかり回しましょう。体がついていかないようにゆっくり回しましょう。腰から上は正面向いたまま、足のラインの悩みっていうのはほとんど股関節から来てますから、しっかりねお尻の横を鍛えて股関節を開くようにした方がちょうどまっすぐになりますので、大脚 X 脚下半身太りの人はね、しっかり今回のメニューを何度もやってください。結構股関節周りの筋肉弱いと股関節がね少しだるく痛くなってくるので、ちょっと一回リセットをねしましょう。足をブラブラしながら、
これでね、取り越しも解除されてます。8場所以外と体幹がすごい鍛えられますから、体を引き伸ばすね、力が。ついてきます。今度今の感じで足を軽く伸ばしたら入れ替えます。足をピンと伸ばしたら止まって入れ替えます。ちょっと前のものがね疲れてくると思いますが、体のバランスを取るには前のもののねやはり筋力が必要です。ですがスクワットだったらね、体のラインの悪い場合太くなることがあるので、こういうね太くならない前ももの力、大体直筋をね使うことがね足痩せにも大切で、体を垂らしてパッといかない。今度はパッパッ戻ります。止まる、伸ばす、戻る、止まる、戻る。足以外はできるだけ固定しましょう。これ体幹がめちゃくちゃ鍛えられます。今お腹触ってみるとちょっとシュッとしてませんか？体をこう正しくね使うと、この今作ってる正しい姿勢がね日常的に作れてきますね。パパッと、ね、早く動く。 OK。 じゃあ今度はね上半身と下半身の力をね抜いて後ろに回す感じで、肩を後ろに回す感じで、ちょっとですからね、体を垂らす筋肉のね心地の一個として脊柱起立筋という筋肉がねあります。なので背中が硬いとねそこの筋肉も動きにくいんで、最後前後に体を動かしましょう。これで最後ね、脊柱起立筋を鍛えたら OK です。で最後ね、ちょっと体を後ろに回す感じで、とっても効果的なねメニューが全部今日は揃ってますんで、体重が減ってもね見た目が変わらないっていう体にならないようにね、この動画を1日1回でいいですから頑張ってみてください。はい、お疲れ様でした。最後までよく頑張りました。綺麗に痩せますんで続けてみてください。